はじめまして、そうてない皆さん、こんにちは、ドクター正気です。ポケットモンスターシールドやっていきましょう。というわけで、ラテラルタウンにね、向かっていきたいと思います。この6番道路を抜けてくんだね。うん。さてさて、で、この辺は？サイドンとトリトドン。タイプの相性は悪いが、経験の差がある。あー、戦いね。今ここでバトルしてるわけか。ちょっとごめんね、あの水さして。これは？エレズン。あ、持ってるよ。トゲピーと交換か。いいね。あ、どうしよう。ちょっと待って。これエレズン交換して大丈夫なのか？今んところあの一点物だからさ。え、ワイルドエリアにエレズンって野生でいたっけ？わかんねえ。ん？へえ。いいこと聞いた。あ、カジッチュ。ごめん、今持ってねえな。オッケーオッケー。急いで頑張るわ。願わくばその子が海外に行く前に。さてさて。で、この先は？もしかしてこの先にその思い人がいるってことか？違うか？限られたポケモンだけが覚えられる技、その名も、合体技。何それ？どのポケモンに？ニロロだけっぽいな、今んところは。そうか。あれかな？あのピカブイの、バチバチアクセルみたいなやつか。ほう。水の柱で攻撃する炎と組み合わせると、威力が上がって空に虹がかかる。なんかかっこいい。どうしよう、これ。ダブルバトルで役に立つってやつか。あ、ホップと一緒に戦うといいよみたいなやつか。うわー、どうしよう。どうしよう、すげー悩む、これ。ちょっとしばらくパスで。うん、覚えさせたくなったらまた来るよ。さて、6番道路行きましょう。こっちだよね、6番道路。ここだね。で、橋ってことは、ここが橋ってことは、おそらくまた何かしら落ちてるよね、足元に。落ちてる？落ちて、落ちて、ない。落ちてね。にゃー、エールタン。マジか、誰これ。土の子？砂蛇。ほう。エールタンは砂蛇が安心して眠れるよう応援してる。ほう。まあ、静かにしてやるべきだと思うよ。あんたたち、ポケモンは起こさないから通してもらう。ほう。なるほどね。俺もそんな感じで、ゆっくり通ればいいわけか。オッケーオッケー。お。うん、そうそうそう。いいよ。いやいやいや、それは偏見ってやつだよ。特にチャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌いです。でも、あんたの方が今うるさいよ。絶対そんな時短だ踏んだらさ、砂蛇起きちゃうよ。うん。いや、それ隣のやつに言ってくれ。うん。通らせてもらわないとラテラルタウンでジムチャレンジに挑めない。そうだね。ちょっと待って。ゆっくり通ろうぜ。ここ。ゆっくり通ればいいだろ。あー、ちょっと。他に方法ないの？ねえ。戦うしかない？マジか。ゆっくりしたいんだけどな。うん。勝たねえんだよ。俺もさ、戦う以外の道がないってなったら戦うしかないじゃん。もう、できればゆっくりじゃない。静かに、倒したいわけだけど、あ、そうだ、親友のニロロになりました。かわいい。さて、静かに倒すにはどうしたらいい？何かあるかな？あ、ドレインキスとか静かになりそうだね。うん。エレキボール、スパークは絶対やかましい。他にも、うん、猫に小判とか絶対音でかいよね。うん。今んところ静かに倒せそうなのは、まあ、ドレインキッスと、不意打ち？まあ、アロマミストとかいいかもね。うん。
この辺いいかもしんないね。魔法イップ出していくか。うん。さてさて、このスカンプーと戦っていこうか。毒ガス攻撃、しんどいね。魔法イップ毒盛られちゃったよ。毒を盛られてしまった。さて、ドレインキスで回復しながら、あーどうしよう。混乱とかで無力化させたいけれど、どうだろう。混乱してこのスカンプーがやかましくなったりとかしたら困っちゃうよね。うん。まあね、静かに俺は戦いたいんだ。あれ、そういえばさ、これってさ、威力、抜群じゃないよね。抜群なら、抜群じゃないならいい。うん。効果抜群だとね、ドガシャーンっていう音がね、鳴っちゃうんだよね。今ちょっと俺このゲームの音聞こえてないから、そう、実況してる時って声聞こえてないんだよね。声っていうか音声。うん。音声が聞こえてないから、実際にテロップで、効果は抜群だ、効果は今一つだって、表示されるまでわかんないんだけど、効果抜群だとやかましい音が鳴っちゃうから、砂蛇が起きちゃうかもしれない。あーん、困ったなー、困ったなー。うん。じゃあまあニロロの不意打ちでやっていくか。うん。まあでもね、こんなことやっておいて絶対さ、ゲーム的には意味ないと思うんだよね。効果抜群で攻めようがさ、やかましい技で攻めようがさ、多分何の意味も、変わりないと思うんだけど、なんとなくのポリシーってやつよ。うん。あ、そうだ。悪タイプだ、こいつ。悪タイプに悪タイプは今一つだ。なあ、危ない。よく頑張ってくれた。さすがは俺の親友だ。さて、ミックス俺、召し上がれ。まずこれで回復して、うん、どうしよっか。やかましい技、出したくねえんだよな。涙目。いや、つぶらな瞳ってなんだっけ？攻撃が下がるやつ？特攻が下がるやつ？あ、攻撃が下がるやつ。マジか。うちのニロロね、物理技しか今持ってないんだよな。ちょっと困ったな、それは。爪研ぎ。これ攻撃と命中が上がるやつだっけ？だよね。うん。ちょっとしんどいな、それ。ちょっとこれ涙目で無力化しながら戦っていきたいわけだけど、うん。こんなことして何の意味があるんだって話よね。もう実況のね、進行が遅くなるんだよ。うん、こんなことやってたら。なんで俺こんなことやってんだ？今考えたら。もう俺自分で自分のことがわかんねえ。あー、ミックス俺。俺ミックス俺。まあ、回復しての。さてさて。爪研ぎ。あー、攻撃力上がるな。もう、どうしよう。もうポリシー捨てるか？今までのポリシー全部捨てちゃうか？そうする？そうする？もう、トンボ返り効果抜群技でドガシャーンって音を出す？大きい音を出しちゃうか？うん。もうこのゲームの中に出すか。さあ、ドガシャーンと。しかも効果抜群でもそんなにダメージでかくないしな。うん。じゃあまあ普通にキルリア。そうだね。魔法イップかキルリアかどっちかなんだけど、キルリアにしておくか。うん。あ、でもどうだろう。レベル差があるから魔法イップの方が良かったかもしんないな。魔法イップの方、毒だしさ。これあれじゃねえかよ。完全にさ、マリー戦のモルペコの、なんか、
マリー戦のモルペコがなんかフラッシュバックしてるよ。やべえ。うん、トレインキスで回復しよう。ああ。じゃあもうトレインキスで、一気に、HP を削っていく。で、でかい音も立てていく。ごめんよ、砂蛇。起こしてしまったら本当に申し訳ねえ。エールタンは絶対に謝んねえ。俺が謝っておくよ。溶けるって何？溶ける。防御を開ける。防御を開ける。ほう。どうしよう。アロマセラピーいらねえか？アロマセラピー。今は特にさ、オンラインバトルとかする予定は？しばらくこのストーリーをクリアするまではそういうつもりはないから、状態回復は道具を使えばできるわけだよね。うん。それを気をつけて。うん、それを気をつけてってなんだ、なんか言い方間違えた。しばらくは、技で状態異常回復じゃなくて、アイテムで状態異常回復でいいかなって思ったんで、さて。それはそうと。次の相手は、レパルダス。こいつも結構素早いやつだよね。うん。素早いな。乱れ引っ掛け、一発、二発、三発、四発目。痛いな。トンボ返りで、うん、結構削れたね。じゃあ残りは、レパルダス悪タイプだから、ルーナが効果抜群じゃない。マジか。そいつはちょっと意外だな。ちょっとニロロ素早さ見して。素早さ64。バニプッチ40、マホイップ50、ルナ71、ニャース54。うん、ルナってやっていくか。って気がついたけどさ、キルリア、意外と素早くねえのな。勝手にマホイップよりも素早いと思ってたからさ、さっきの戦いで、キルリアの方がいいかなって思ったけど、そうか。まあ、高額のために覚えておこう。さて、まあ、スパークで、オッケー、削り切った。ふぅ、今、録画時間何分？あ、13分か。ちょっと、この一戦、この一回の戦いでもう、終わっちまったかもしんないな。うん。もう、これで終わりになるかもしんない、ワンチャンね。うん。さて、勝機は賞金2400円、さっきと合わせて4800、美味しいね。まあ、ニーロロは可愛いまんまでいてくれ。よし。さて、砂蛇大丈夫？いや、それ。砂蛇。大丈夫？砂蛇。あ、そっか。そうだとね、ビートにボロ負けした。うん、そうだね。なんかあったのか？あいつに兄貴の名前に泥を塗っています。ビートマジで許せねえな。マジで許せねえな、それは。あれ？あ、ポプラ。呼び捨てにしちゃった。ごめんね、ポプラさん。あ、リーグカードゲットありがとう。マジか。あいつマジか。ビート。
うわ、マジか。ちょっと待ってくれ。え？うわぁ、ちょっと。ビート。なんなんだこの気持ちは。もう、なんか、なんだもう、ちょっと気持ち整理します。この動画ね、もしよかったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。また次回お会いしましょう。バイバイ。